はい、どうも、皆さんおはようございます。ワードです。今日は2019年1月の11日、朝の5時42分です。ふわっちの方は匿名枠の狐枠という枠でやってるので、誰がコメント書いてるのかは分かりません。匿名が好きな人はふわっちの方でご覧ください。ツイキャスの方は、コテハンが残りますので、荒れてる放送とか、コテハン残したい人はツイキャスの方でご覧ください。それじゃあよろしくお願いします。おはよう。あ、ルシさんおはよう。どうも、おはようございます。おはようございます。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとうございます。のんちゃんはもうね、どれくらい会ってない？正月以来会ってないかな。寝起きだね。正月以来会ってないっすね。寝起き。今、風呂上がり。一緒に住んでないよ。のりこはのりこで、実家暮らしだから。一緒に住んでない。昔から結構言ってんだけどね、なんか一緒に住んでると思ってる人結構多いんだよね、俺とのりこが。今日は何も食べてないよ、まだ。今起きたばっかりだから。これからね、喋って2時間ぐらい喋って、その後日が出てきたらまたロードワーク行こうかなとか思ってる。おはよう。手首怪我してないよ、俺。これアクセサリー。二代目和道って誰いた？誰かいたっけ？誰？二代目和道って知らないんだけど。二代目和道って誰だ？これかゆくなんないよ。ああ、かぶれて、ちょっと鉄の部分が当たれてかぶれてるから、リストバンド下にかませてるから、それでかゆくなくなったかな。それ大丈夫になった。だからリストバンド下にかませてるから、それで回復。回復なんないよ。家賃ほど高い買い物はないですよね。っていうかね、家賃より高いっていうよりもね、家賃を払うことって俺は良くないことだと思ってて、既得権益作っちゃってるから。格差社会が進むだけだと思ってるんだよね。だから地球に住むのに、なんで誰かに家に払お金を払わないといけないんだろうって、ちょっとバカバカしいよね。まあ完全な既得権益なんだけど、まあ、日本はね、土地でね、バブルを起こした国だからしょうがないんだよね。儲かってないよ。相変わらず低空飛行だよ。
いらっしゃい。低空飛行、低空飛行。全然儲かってないですね。まあ毎日楽しく過ごしましょう。久々来てくれたんだ、ありがとう。のんちゃんは来てないよ、全然。俺の家正月以来来てない。ずっと会ってないね。もう10日ぐらい会ってないね。土地持ちの特権だよ。郡山行ったんだ。ああ言ってたね、そういえば郡山行くって。近藤さんの配信初めて見たけど面白いですね、あの人。そう、俺近藤組長の配信まともに見れないんだよね。面白いかな。俺はあんまり好みじゃないかな。ニコ生の頃からほら有名配信者だから見てるけど、あれはね、しゃぶ決まって面白いっていう感じでしょしゃぶ中だから面白いんでしょ。去年はマイナスなの？いや、マイナス、収支がってこと？売り上げがってこと？マイナスになったことはないよ、配信やってから。飯は食えるぐらいは稼がせてもらってる。マイナスっていうのはない。あーそうだね、最近ロング配信してないね。犯罪って、だって近藤組長ってシャブで何回も捕まってるもん。俺寝たい時に寝てるよ。寝たい時に寝て、起きたい時に起きてる。12月はふわっちだけで60万超えてたんじゃなかった？いやいや、あれポイントだからね。あれあれだよ、12月なんか半分以下だよ、うん、超えない超えない。あのオーナメントっていうアイテム配られてんのが、あれがポイント上がるから、オーナメントがなんかやたら配られてて、今日なんか12月はかさ増しがすごかったね、うん、あなんか倍ぐらい水増し、普段7割ぐらいの水増しなんだけど、かさ増しっていうか、あの実際現金が入るポイントとは別だから、あれは全然儲かってないよ。俺は教祖っていうか、宗教じゃ人は救われないと思ってるし、宗教じゃあの自分のやりたいこと達成できないと思ってるから、俺は宗教はやんないっすね。無宗教です。思想じゃ人は満たされないんだ、自己実現ができないから。まあ、死ぬのが怖かったりとかさ、病気で人生が辛い時に宗教っていうものはあるものであって、俺は何だろう、人様のこと救いたいとかそういうこと考えたことないもん。自分のことしか興味ない。 KP、
浄土宗なんだ。浄土宗ってどういう教義なの？なぜ僧家の人たちは嫌われるの？ああ、有名だからじゃないの。人数が多いからでしょ。創価学会の人はって。創価ってだってめちゃめちゃ人が多いじゃん。20人に1人とかそういうレベルでしょ。石を投げれば創価に当たるっていう言葉があるぐらいだからね。もともとね、池田大作が在日韓国人を取り込んででかくなった教団だからね。いや、優秀だと思うよ。生きてんじゃないの？生きてるでしょ。ああ、人集めんのうまいよね。まあまあ、何かしらのカリスマなんでしょう。すごいと思うよ、池田大作は。カリスマだよ、カリスマ。まあ、人が集まってるっていうことは、なんだろう、人のことを幸せにしてるんじゃないのかな。内乱とか反乱とか起きてないわけだから。入ってる人は幸せなんじゃないのかな。もう俺は日本の仏教嫌いなんだけどね。なんか日本の仏教とか仏教のこと知らなすぎて、なんか間違ったことを教えるから、うん、だからなんだろう、俺仏教徒じゃないのに仏教徒より仏教詳しいんだもん。嘘つきばっかりっつうか、勉強不勉強のやつが多いから、それでなんか日本の仏教入りたくないなと思っちゃう。なんか日本にはね、カルト宗教でブッダの生まれ変わりとかわけのわかんないこと言ってるやつがいるからね、ちゃんちゃらおかしいよな。ブッダの生まれ変わりって、お前仏教のこと何も勉強してねえだろっていうね。日本神話生まれながらに仏教じゃない、信教の自由があるわけだから。先祖供養教っていうのはね、道教とか儒教、中国の宗教の影響を強く受けてるのね。だからもともと仏教っていうのは先祖供養の宗教じゃないの、もともと仏教って。もうそれは仏教の教義をちゃんと読めば書いてあるんだよ。俺成田、まあまあ、もともと病んでる人とか困ってる人とか病気の人とか死ぬ間際の人たちがすがるのが宗教だから、それは合ってるんだよ。宗教は死生観を作るわけだから。いや、仏教習ったっつっても教義を間違えて覚えてるから嫌いなの。仏教イスラム教のパクリ？本気で言ってんの？仏教の方が歴史古いんだけど。だからこういう嘘つきが多いから嫌なんだよ。イスラム教の方が歴史全然浅いけど。めちゃめちゃだな、ほんと。仏教の話でもするじゃん。日本の仏教が、仏教じゃない、大乗非仏説論。大乗仏教がまず、そもそも仏教と何の関係もないっていう話なんだけど、その辺から話しようか。
どの辺を解説したら分かるんだろうな、普通の人に。例えばその、どこだろうな。なんでいつもコーヒー飲んの？コーヒー好きだから。あ、おはよう、おはよう。仏教のどの辺が、和田監督の質問コーナーでしょ。あ、いいよ、全然。じゃあ、そうしようか。質問してください、じゃあ。答えます。答えられることは。カコイポンって誰？カコイポンっていう人を知らないんだけど。俺、絡んだことないよ。はい、ワダツ。他枠で俺の名前出さないでほしいんだよね。迷惑。次の言語を教えてください。4月に分かりますよ。3月末だったっけ？ 4 月頭だったっけ？走ってるからね。毎日ロードワークしてるからね。日本と韓国の日本は今後どうなるの？いや、どうもならないと思います。っていうか、そういう話なの、質問コーナーって。俺、政治家でも何でもないんだから、俺に聞くなよ。俺、中卒のただのニートなんだけど。俺に聞いてどうすんの、そんなこと。中国と韓国とって。あ、日本と韓国とって。俺、お米が好きっすね。あ、俺、政治家じゃないから、専門外かな。窓さんの配信で仏教について理解した部分がかなりありました。ありがとうございます。白米に何かけて食べるのが好き？何でも、何でもいいっすね。ご飯はわりかし美味しく食べる方ですね。トランプ大統領はいい大統領だと思いますか？トランプ大統領についてのあんまり見識がないので、さっきも言ったんですけど、政治的な話は僕は専門外です。一日二食ですね。あ、お米の農家なんだ。素晴らしい職業だね。リスペクトします。歴史の闇に和道ありと聞いた。 あ、お茶ばっかりありがとう。和彦なんか離婚したらしいね。噂だけど、ツイッターに職人さんがツイートしてたね。辰彦、ゆうゆうと別れちゃったらしいね。まあ、腐らないでほしいかな。辰彦には頑張ってほしいかな。人生いろいろあるから。なんか、頼ってほしいし、腐らないでほしいかな。バツ 4？ いや、初めての結婚じゃないの、辰彦って。あのね、リステリンのホワイトニングっすね。リステリンホワイトニング。あ、そうなの。みどりさんの子供って噂あんの。ゆうゆうがね、やりまんだからね。吉永 VS 和戸監督みたいですね。誰かわかんねえな、吉永って人が。オファーがあったら検討しますよ、コラボは。ステゴロバブルなんか最初からないもん。そんなリスナーが騒いでステゴロバブルバブルって言ってただけで、俺はそんなもん最初からないって言ってたよ。実力のある人がワンに出たから、別にバブルなんかなかったもん、実際。2だって別に閲覧安定してたし。ステゴロバブルなんて最初からない。私を殴ってくれませんか？ごめんなさい、僕人を殴る趣味はないです。引っ越しの際に荷物にならないですか？なりますよ。あ、バツ3かバツ4なんだ。ちょっと黄色いけど、だいぶ良くなったね。真っ黄色だったから。自分農家を
継ぎたいけど体の体力はないからやっていけそうもない。あ、そうなんだ。農家はすげえかっこいい仕事だと思うけどね。そうそう、辰彦の奥さんはニコ生出身のユーユーっていう、すげえ可愛い女の子だよ、ユーユーは。いやー、あんまりそういうのよくねえんじゃないかな。アナルが最高とか、それってさ、奥さんの名誉に関わることだから、なんかあんまり性的な話、どうなんだろうね。面白かったらいいのかもしれないけど、あんま笑えないじゃん。そう、ゆうゆうがアナルが良かったとか言われても、それはちょっとな。あのね、リステリン1000円ぐらい。現金1500万現金あったら何に使う？映画に300万速攻使いますね。あー、で、土地を買うかな。土地を買って家を建てるかな。2号、和道の知識は三位一体を得意げに語りながら、クリスマスはキリストの死んだ人のたまう人の、だから、何言ってんの、この人。いやー、よくないでしょう。訴えられても文句言えないレベルだと思うよ。気をつけた方がいいよ。なんか、その発言って結構重たいからね、配信者の。何言ってもいいってわけじゃないと思ってるから。自分の言葉に責任持てるんだったらいいけどね、裁判で訴えてみろよっていうぐらいだったらいいかもしれないけど。今、全然訴えられると思うよ。あ、田舎の方に土地を買おうかな。1000万。で、まあ、300万映画に使って、200万貯金かな。まあ、あんまり使わないと思う。映画以外に多分お金使わないと思うね。機材買うと思う。別にそれはいくらあっても同じことで。生活費と、映画ですね。高級マンションとかに住みたいとは思わないかな。知り合いがタワマンとかに住んでて、よく遊びに行ってて、メリットがあるとするなら景色が綺麗なだけなんだよね。景色が綺麗以外にないの。だから、なんかまあまあ、景色綺麗なのはいいじゃん。すげえかっこいいの。やっぱり東京とかをさ、こう、バーって 見張らせるというか。あれはすげえいいなぁと思ったけど、それに対しての値段がちょっとなぁっていう。なんか、俺はほらずっと平屋っていうか一軒家で育ったから、庭がついてるところが好きなんだよね。おはようマリルモ。恐喝組長の配信ってなんで人が多いんですか？逮捕されるの待ってんじゃないの？ わかんないけど。まだミュウツーがのんちゃんと和道叩きしてるけど、ああ、それ通報されたら運営さんがもう何回も叱ってるから一発バンだよ。通報したらいいよ。もう運営さんが散々忠告してて何回もバンになってるから、まだ懲りてねえんだ、あのバカ。まあ、通報したら一発バンっす。大嫌いっす。ほっといていいよ。はい、和道2。ロードワーク数日。あ、俺は結構痩せやすい体質だから変わらねえ。肺活量が増えたのと、まあタイムが上がっていってるから、あと筋肉痛にならなくなってきたから、徐々に体力は戻ってきてますね。いや、関わりがないのによく叩けるなって思う。ミュウツーって自分の数字を取りたいがために閲覧増やしたいだけで、朝比奈と絡みないじゃん、別に。俺とも絡みないし。だから、ただ売名でしょ、あれ。正義なんかないんだよ。あ、おはようございます。おはよう。だから人集まんない。だから自分のリスナーがつかない。自分のトークで勝負しろよな。人のふんどしで相撲を取ってんじゃねえよっていう、かっこ悪い。飲みすぎたのつろそう。ああ、頭痛かったね。大丈夫。もう酒飲まないわ。酒やめる。すぐ頭割れるぐらい痛くて、昨日は。
梅酒たった一杯であんなになるとは思わなかったね。ボクシング誰に教わろうかな。ちょっと困ってんだよね。トレーナーさんがいなくて。まあ、自主練でいいんじゃないの、今回は。まあ、誰かね、つながりができたら、そのつながりで教わるし。はい、ワドツ。まあまあ、よく寝れましたね。よく寝た、よく寝た。一杯だよ。いくらでも飲めるんだけど、二日酔いとかの頭の痛さじゃなくて、物理的に頭が痛かったね。もう体に合わないんだと思うよ。酒がっつり抜いてるから。もういいや。ミュウツー、俺も見れないな。なんかネガティブなオーラがある人ってあんまり見たくないんだよね。結構もらいやすいから。だからポジティブな人の配信が好きだね。なんかニコニコしてたりとか、ハッピーな話とか、勉強になる話とか、なんか価値観、新しい価値観を提示してくれる配信者とかが好きかな。まあ、その人となりだよね。人に興味が湧くかどうかっていう。ミュウツーを楽しいと思ったこと一回もないもんな。あんまり好みの配信ではないっすね。まあ彼には彼のファンがいるんだろうけど。ひろゆきさんとか、岡田斗司夫さんとか、町山智博さんとか、その辺かな。あとはカオス。最近ふわっちやってないからカオス見てないけど。あ、まあ石野は面白いね。まあ、ひろゆきさん、岡田斗司夫さん、町山智博さんとかヘビーで見てるかな。すげえ面白い。町山さんの映画評論とか神だもんな。コンティニューコインありがとう。なんかあるよね。ネガティブバイブレーション。もしよかったらお茶爆お願いします。よろしくお願いします。お茶爆50、お茶爆100お願いします。誰も知らない？あと、トマベチヒデトの放送 YouTube チャンネルめちゃくちゃ面白いね。ちびくろさんも今日頑張ってたぞ。練習もう開始してるよ、とっくに。練習やってるやってる。素人の配信者では、だからクソカソカオスとか石野とかが好きだけど、最近見てないかな。まあ、あとドレさん。ドレさんもヘビーで見なくなったけど、昔は、ドレさん2時間3時間見れたけどね、面白かったけど、最近なんか、なんだろう、独自性がなくなってきて、なんか他の配信者と同じようなこと言ってるから、あんまり面白くなくなっちゃったかな。和道監督が一番上、かっこオーナーだとして、配信者5人を推薦できるとしたら誰ですか？ふわっち配信者。俺が面白いと思う配信者5人？いや、特にいないですね。面白かったら面白いって言うよ。ドルさん配信頻度減ったね。ああ、ありがとう。お茶爆100ありがとうございます。ありがとう。おはよう。お茶爆100いただきました。ありがとうございます。ありがとう。あ、20代の女の人は全然興味ないっすね。全く興味ないっす、僕は。ありがとうございます。31号さん、アスペルガー症候群かな。言葉の上げ足取りをしても何の意味もないよ。ツイキャスはしないって言ってたけど、やることにしたね。背に腹は変えられない。飯を食っていかないといけないからさ。俺にも生活があるんですよ。20代の女の人、なんで興味が湧かないんだろうな。やっぱ30代中盤ぐらいの女性に惹かれることが多いかな。若い女の子と喋ってもワクワクしたりドキドキしたりすることがないんだよね。
なんだろうな、こうエロいなとかさ、エキゾチックだなとかないんだよね。わかる？なんか一緒にバーとかで飲んでても、なんかこうグッと来ないんだよ。その見た目からあんまりエロスとかを感じる人じゃないから、なんか一緒に喋ってて、おいいじゃねえかっていうさ、ああ指結構褒められるんだよね、指長いとか、その指綺麗って。そう、手はね、すごい手綺麗ってすごい褒められる。手の造形がすごくいいって。あ、ホモなのかな 男性で勃起したことは一回もないけどね。あー、武田先生はよく見るかな。大悟はちょっと痛い。大悟を信仰してる人が痛いから、ちょっと大悟の放送はないかな。カズンさん以外考えられないんじゃないの、コーチ。カズンさんだって敵側についちゃったじゃん。そんな無理だよ。向こうのセコンドから教わるわけにいかないでしょ。だって雅さんのセコンドつくって話でしょ。これカズンさんから報告直に受けてるもん。雅くんのセコンド受けることになったわっつって、もう一切ノータッチだよ。無理だよ無理。男性は可愛いと思わないと勃起しないもん、本能なもんでしょ。まあまあ男性で勃起したらホモなんじゃないの、わかんないけど。男性に対して、同性に対してドキドキしたりとか興奮したりとか一回もないから、まあ多分のんけなんだと思うけど。メンタリスト大悟の本とか読んでるやつとか痛いやつでしょ。武田教授の話は面白いけどね、ちょっと偏ってるかなと思うけど。アスペは今アメリカで人間の進化系で研究、ああまあ突然変異だなっていうのは思ってる。よく俺らが最近言ったような規格外品、要はその普通に人間として、なんだろう、規格外、ちょっとやっぱ亜種だなっていうのは感じるかな。原田って格闘好きの配信者いてるよね。原田さんはプロ格闘家だよ。マハさん、桜井マハ隼人さんの内弟子で、K1 とかにプロの大会出てる人だよ。この人はプロ。大悟の話は内容がないからね。あの人はただのマジシャンだから。喋りのうまい。あ、武田鉄矢の三枚おろし、いいところ行くね。面白いよね。武田鉄矢の三枚おろしは面白い。面白い面白い。ああ、いいとこついてくるね。あれはでも、なんだろう、武田鉄矢さん、勉強になるとかそうじゃなくて、武田さんの語りが面白いんだよ。抑揚があって、人間味があって。武田鉄矢の、その、なんつうの、人柄っていうのかな、それを楽しむ番組だと思ってて、三枚おろし結構好きだね。あれいいよね。おー、いいとこつくね。まあまあたまにサブぐらいで ヘビーに追っかけたりしないけど、まあまあ聞くものがない時は三枚おろしありだと思いますね。いや、銭湯普通に何回も行ってるもん。勃起しない勃起しない。武田鉄矢の三枚おろしは面白いね。俺がやっぱ狂ってるなって思うのは、やっぱりトマベチヒデと YouTube が狂ってるなって思って、クレイジーだなって。もう本当のマッドサイエンティスト。トイレ不便座まだ治ってないですね。あ、ひろゆき似てるって言われますね。モノマネしますか。え、でもフランスって いや、日本と違うのは、いや、僕、普段お酒飲んでるんで、皆さんも飲んでくださいって。ひろゆきっぽく、ぽいでしょ。ADHD の独特の動きね。昔からね、髪の毛伸ばすとひろゆきに顔が似てるって言われるの。
でもそれってあなたの主観ですよね。似てるでしょ。俺でも個人的に声真似がひろゆきよりもあのニコニコ生放送を作ったあの川上会長っていう人がいるの。あの今ねあのジブリのプロデューサーの見習いやってる人がいるんだけど、まあ上場企業の会長だよね。その人の声真似の方が俺は得意だね。インターネットっていうのはそもそもオタクの文化でして、僕らが作ろうと思ったのは全く役に立たないコンテンツっていうのを作ろうと思ったんですね。よくない？カワンゴ似てるっしょ。いや顔が似てるってことでしょ。でも一回ねそのテレビ番組でねひろゆきさんがねあの俺のことを話題テレビ番組自体が俺のことを話題に取り上げてくれたことがあって、ひろゆきがね擁護してくれたんだよね俺のことを。そう一回会ってねお礼を言いたいんだよね。ロハコさんの真似が好き。リスナーさんが教えてくれて、ワドはひろゆきがテレビでお前のこと言ってるぞっつって、まああのひろゆきが話題に出してくれたわけじゃなくて偶然そうなっちゃったんだけど、俺がニコニコ生放送で生活保護万歳とか言って毎日ふざけた配信やってたの。もう一番最初に生活保護をカミングアウトした配信者って俺がその配信会で初めてだったので、新宿区役所とか新宿の議員とかあと都議とかその議員巻き込んで揉めてすごい炎上したことがあったのニコ生初期の頃で、その30代の若い議員がテレビに出演して、いやあなたが関わってるニコニコ生放送で生活保護に対してふざけたやつがいるっていうことを、要は俺のこともう明らかに俺しかいなかったから、でその議員として許せねえみたいなことが議題に上がって、でひろゆきが論破してたね。動画で見たね、うん、リスナーさんが URL 貼ってくれて、うん、一回会ってみたいね、ひろゆきさん。対談してみたいな。寝てないよ。後ろにいない。レベルとかあんの？
最近パトラッシュがアンチにいろいろめくられてる。あ、そうなんだ。へえ、何をめくられてるんだろう。あの人結構社長界隈でね、結構名前聞くんだよね。有名な経営者らしいよ。名物経営者、社長業やってる人結構ね、あのパトラッシュさんの本名で、何々さんって配信者知ってますって言って、あ、パトラッシュさんですかって言った、そうそうっつって、結構社長界隈系で有名だよね。社長じゃないの？え、パトラッシュって社長じゃないの？パトラッシュさん会社5、6個やってるっていう噂だけど、違うの？ライティングで部屋隠しますね。はい、想像してたような大きい会社ではない、中小でしょ。中小企業じゃないの？アンチコメントブロック入れますよ。はい、ブロックです。はい、ブロックです。転売ヤーなの？へえ。まあでも1億以上儲けてるでしょ。フェラーリなのランボルギーニなの、一軒家もでかい家所有してるわけだから、金は持ってるでしょ。1億2億は持ってるんじゃないの？まあでもパトさんは配信向きじゃないかもしんないよな、向いてると思ったけど、結構聞きやすい体質だったから。まあでもね、金もね、会社も持ってて配信やるべきではないよな、最後はやっぱ名誉が欲しくなるのかな。どうなんだろう。ハトさんのところにいる信者のリスナーとか本当に信者だもんね。このタバコ美味しいね、店舗くり抜いてリノベした部屋。詳しいなあ、みんな。なんでそんなパツさんに詳しいの？近藤君ちゃん面白かった。へえ。近藤君ちゃんの配信見らんないかな。パッキパキじゃん。パッキパキじゃん。出所してからどん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 クマがひどくなっていくのがすごい。俺ね、近藤組長がね、あのニコ生でやってた放送すっげえ面白くて、お風呂に8時間ぐらい使ってるの。ずーっとお風呂配信で湯船の中に8時間使ってずーっと雑談してるので、シャブ中シャブ中ってコメント書かれてるんだけど、シャブやってねえよシャブやってねえよって言ったけど、その1週間後ぐらいにあのシャブで逮捕されたのね。あの生放送中に車で運転してる時にあの止められて、そのまま検査キット持ってこられて、そのまま引っ張って行かれて、あれは最高に笑ったよな。シャブ中じゃねえかよっつって、嘘つきが。筋が通る話っていうかね。チャンピオンはもうツイキャス移動したね、完全に。ツイキャスで人集まってんのかな、テルは。アキラッパとか、あの、テルファミリーも移動するのかな、どうなんだろう。いや、まあ、パッキパキだよね。動向開いてるし。
また逮捕されんじゃないの。懲りてねえやシャブ。一回手出したらもうやめらんないんだろうなシャブって。怖いよ。どんどんキャス行けばいい。和道は空き巣でできるじゃん。いや俺もツイキャス始めてるからね。もうすでにやってるからね。すでにやってるやってる。だ半分片足ツイキャスに片足突っ込んでて保険かけてるよね。まあねフワッチの方が人は多いけど集まる人は。どうなんだろうね、わかんないけど結構いるのかな。まあ去年が俺はふわっちのピークだと思ってるんだよね。売り上げ的にはこっから衰退していくんじゃないかな。キャスではカスなんだ、うん、へえ。はい、おはようございます。おはよう。キャスミンに受けないてか、フワッチミンにもともと受けてたわけじゃないでしょ。なんか大ブレイクしたっていう印象は別にないよ俺。テルがうまくやってるって感じで、コアな客層を持ってるって感じじゃない。まあ俺もテルはフワッチでやればいいのにって思ったけどね。まあなんか本人が思うところがあったんじゃないの。おばさんがなぜか集まってるだけ。まあでもそれもすごいじゃん。2800万稼いだんだよ。この2年間で、2年目が1700万で、3年目が2800万って言ってたから、いくら5500万稼いだの。すごくないってことはリスナーが1億1000万投げたってことでしょ。トータルすごいよな。1個の才能だよね。もう面白いとか面白くないとか関係ないと思うよ。そこまで稼いじゃったら生涯年収の3分の1とか2分の1稼いだようなもんだからな。まあでも20代でそんだけうまい思いしたらもう抜けらんないだろうな。どうしてくんだろう。こんなやり方続かないだろうし。あ、おはよう。コンティニューコインありがとう。アイラはそれを1ヶ月で稼いでる。アイラは1ヶ月で1億も稼がないよ。年収1億だよ、アイラは。税金大変だろうね。うん、なんだろうね。やっぱあれじゃん、青山定期的に企画やって、やっぱ配信者だから気持ちわかるよ。たまにやっぱ数字を作りたいっていうか、自分は配信もできるんだっていう。アイラもそうじゃん。青山なんであんな稼げるの。あれじゃないの、あの人気があるんじゃないの。俺は、うん、アルバイターぐらい稼いだ。アルバイターぐらい稼いだかな。1億稼い、ああ大金だろう。1億は1億は大金だろう。どう考えても、うん、家族の扶養に入っててふわっちで103万以下稼いでも税金払わないといけないのかな。ああどうなんだろう。扶養に入ってそれは税理士さんに聞いた方がいいんじゃないの。扶養に入ってて103万、どうなんだろう。どうなんだろうな。雑所得になるのかなその場合。ちょっとわかんないな、ごめん。それはね多分ね、税理士か税務署に行って相談した方がいいと思うよ。俺はそう思うけど。
ワド監督も4000万くらい稼いでるから、そんなすごいすごいって言って謙遜するのやめなよ。俺4000万稼いでないから。悲しいな、リアルなこと言うと、10分の1以下なんですけど。俺4000万も稼いでるイメージあんの。悲しいな、俺涙出てくる。聞いた、囲いコメントが聞くことってあるんだな。10分の1以下なんだけど。聞いた。グラグラ来てるよ俺、今のパンチグラグラ来てるわ、うん、俺が4000万稼いでるわけないじゃん、うん、いやそうそうそう、配信って面白いか面白くないかじゃなくて、面白いもんができるわけないじゃん。面白いことできるんだったら配信なんかやってないよ、うん、トータルでじゃない、年収ね、うん、トータル4000万も稼いでねえわ。なんで6万円の家賃に住んでんだよさ、うん、チャンピンはドカトとかやって地道に働いた方が幸せになれると思うよ。配信者向いてない。19号さん、それひがみでしょ、それ本気で言ってんの。2年間で5500万稼いだやつにドカタやった方が幸せになれるって、それただのひがみでしょ。それはいや、さすがにそれ世間で言ったら笑われるぜ、うん、配信で入ったお金に対する税金って何税？人によると思うね。サラリーマンとかの場合だと雑所得になると思うけど、本業でやってる人は普通に収入でカウントできると思う。タワーマンションじゃないわ。思いっきり1階だわ。どうなんだろう、配信ね。配信が面白いっていうもんじゃなくて、なんかダラダラと暇を潰すためのツールだと思ってるけど、なんか友達の部屋に遊びに行く感覚に近いんじゃないの、暇だからっつって。でなんか好きな人が集まってわちゃわちゃ話してるだけって感じだけど、いや俺は青山に対してドカタやった方がいいって言ってるのは、なんかそれこそ自分がドカタしか知らないからそれを言ってるだけだと思うんだよね。ひがみにしか思わないかな。っていうかまずその例えば自分の子供とか自分の友人にドカタを勧める人生って俺想定ができないの。それを勧めてくる人って絶対さ、そのなんだろう、現場仕事ブルーワーカーでしょ。普通なんだろう、中流家庭以上の家庭だったらドカタやれんなんて絶対出てこない言葉だと思うの、うん、だからなんか微妙だと思うけどね。なんかその発想が俺はひがみだと思ってる。ひがみじゃないとしたら本当にやばいと思ってる。それ本気で言ってるってことでしょ。ドカタって普通なんていうのかな、やらせないっていうか、うん、現場仕事はやらせないでしょ。自分の子供に現場仕事やらせたいって思う？と俺は普通に思っちゃうけど。いやいや、土方はバブルだからね、今。福島の震災後に良くなっただけであって。何が失礼なの？普通そういう仕事でしょ？だって、土方って。ふわっちに嫌気さしてキャスに行った便所も最近閲覧も内容もひどい。あ、そうなんだ、うん、いや俺ホワイトワーカーだけど、正社員やってた時。現場仕事なんかやったことないよ。スポット派遣とかあるよ、派遣会社とかで。俺全然ホワイトワーカーやってたけど、無理も何もなくて普通に正社員やってたよ、スーツ着て。一回だけドカタのバイトやったことあるけど、もう二度とやらないって決めたもんな。
あ、そう。便所さん結構話面白いと思うけどな。だから面白い面白くないってさ、主観の問題じゃん。例えばさ、アンパンマンとかが大好きな幼稚園児にさ、情熱大陸見せてもつまんないって言うじゃん。それと一緒だと思うんだよね。なんかその、どっちがいいとかどっちが悪いっていう話じゃなくて、コンテンツって人に、例えばさ、主婦が楽しいと思う番組と、サラリーマンの50代の人が面白いって思う番組と、幼稚園児が思う番組って違うわけじゃん。だから面白いものを勝手に見ればいいだけであって、なんか、なんつうんだろう、自分の主観を他人に押し付ける意味はないんだと思うんだよね。ふかふかうるさい。俺は働かないように生きようって決めてるかな。いつ働くのじゃなくて、働きたくない人生をずっと求めて生きてきた。俺は別にためになることなんか言ってないよ。ていうか、儲かるためとかになんか働くってすごい浅ましい行為だと思ってて、金のために何かをやるっていうことって、何だろう、やる必要のないことだと思ってるから。だから何だろう、やりたいことをやってお金稼いだ方が幸せになれると思ってるかな。働きたくないのに働いてるやつが働けって言ってる気がする。いや、だから、もしよかったらお茶爆お願いします。残り3分なんでお茶爆お願いします。お茶爆50、お茶爆100お願いします。なんだろう、働きたくないのに働いてるやつが働け。いや、多分ね、低所得者が叩いてるんだと思うんだよ。年収1000万以上の人とか経営者とかって他人に働けって言う必要がないから。だから、多分なんだけど、月収20万、30万円ぐらいの、そう、30、月収30万円以下の人が、俺はこんだけ辛い思いをしてるんだ。俺はお金を稼ぐためにこんなに大変なことをやってるんだ。お前は楽してここに座ってるだけでそんだけ稼いでる。お前働け。要は罰ゲームと一緒で、お前も俺と同じ苦しみを味わえって言ってるようにしか聞こえないんだよね。俺はそう感じるかな。だからさ、アイラとかさ、青山とか1000万以上の人には言わないんだよ、こいつら。働けって。なんでかっていうと、働けっていうほど、そのコンプレックスが自分に湧いてくるから。そういうことだと思うよ。ああ、いや、時代はっていうか、俺はもともと便乗コンテンツ嫌いだったから、ミズニャンとか便所太郎さんのあのやり方っていうのは間違ってると思ってたから。言い逃げじゃん、あれ。俺はそう思うよ。あ、コンティニューコインありがとう。サンキュー。アイラもしょっちゅう働けって言われてる。あ、そう。俺、アイラの枠で働けってコメント見たことないけどね。っていうか、なんか働くことを強要するってすげえダセえと思ってて。なんで、働いてないやつの方が稼げてるんだからさ。辰彦ね、離婚したらしいよね。ああ、そうなんだ。しばらく課金できないって言ってた。そうなんだ。ナンバーワン花火師でしょ。最近石野が全く配信しない。アイテム飛ばないからじゃないの。アイテム飛んだら配信するよ、配信者は。ああ、ありがとう、58号さん。頑張ります。ドリンク取ってくるわ。
最近ね、病んではいないんだけど、体調がすこぶる悪いかな。アキラッパって何が面白いの？知らない。アキラッパに聞いて。俺、アキラッパ面白いって言ったこと一回もない。あ、谷さんめちゃめちゃ美人らしいよね。一種のなんでアイテム飛ばないんだろうな。囲われ文化に変わったからじゃ。面白い人が評価されるとか、なんか珍しい人間が評価されるとか、トーク面白い人間が評価されるんじゃなくて、なんだろう、恋愛感情とかでアイテム飛ぶからじゃない。ポカリ。投げ銭ブームは俺去年がピークだと思ってるかな。ポカリポカリ。リスナーさんから送られてきた粉ポカリですね。こいつの喋りなんか腹立つ。見なくていいよ。腹立つんだったら他行きなよ。谷さん美人なんだ、見て、俺まだ見たことないんだよね谷さん。まあ一種昔から面食いだからね。谷さん確かのりこと同い年だよね。いや俺一種はすげえ面白いやつだと思うけどな。っていうか、なんか努力がどうとかじゃなくて、器量があってそれでお金稼いでるんだったらそれで良くないっていう。なんか働けっていう言葉って何が愚かかっていうと、別に誰も求めてないのに自分のエゴを他人に押し付ける行為じゃん。なんか親が飯を食わせててニートの息子に働けっていうのはわかる。あの金銭的に邪魔だから出て行ってほしいとか、働いてお金を入れてほしい、自立してほしい、わかる。でも全くの他人に働けって言われたりとかって、俺誰かに働いた方がいいよとか言ったことないから頭悪いんだろうなって思うんだよね。谷さんだって47とかじゃなかったっけ。お腹周り、あ、ごめん、今見せらんない。ツイキャス同時配信やってるから、ごめんね。知らない。食振りが多いかどうかわかんない。テルに聞いて。俺、テルと関わってない、今。まあ、だから、面白いか面白くないか、主観の問題だから。俺は別に今の意思の面白いと思ってて。てか、むしろ変わってないよ、意思のは。一種のは全然変わってない。谷さん健康美人だよ。やり手風俗嬢だったんだっけ。そうだね、やり手っていうか、まあ風俗嬢だった。やり手ではないよ。和田監督、AF ちゃんのこと好き？あー、別に嫌いじゃないかな。今、介護の仕事してんのかな？わかんない。まあ、みんなが美人だっていうのは相当な美人なんだろうな。あ、あ、あ。カズちゃん今日はいないの？カズちゃんって誰？カズちゃんって誰？メール喜んでたよ。誰が？
うん、S やか昔からあのキャラクターで今ハマってないだけで、俺風俗嬢とあの付き合ったこと何回かあるよ、2回ぐらいあるよ。和道アンチは底辺ばっかで和道への嫉妬がひどいね。いやどうなんだろう、わかんない、あんまり興味がないかな。なんか誰かの足引っ張るやつとか大したことないやつでしょ。だって俺リスナーさんで会わせてもらった人ですごいなって思う人ほどやっぱ囲ってくれてるもんね。授業がうまくいってたりとか、それこそダンカンさんつないでくれた人とかもリスナーさんだし、もともと。AF 社の DV のあざ見せてた、すごい大きなあざだった。へえ。あー、まあまあ金銭的に言ったらやっぱ5割と7割の差はでかいよね。リスナーさんがやっぱいい思いしてもらいたいっつってキャスですげえ投げてくれてるね。まあ俺はどっちでもいいよとは言ってるんだけど、やっぱり花火さんがツイキャスに移行してるんだなっていうのは気づいたかな。最近なんかアイテム飛ばねえなと思ってたけど、みんな大手配信者が移動したからツイキャスの方に移動しちゃったんだよ。エビピラフ抱けるっていうかね、あのそういう考え方が嫌いかな。女の人を抱けるか抱けないかで語るのってものすごく下品だと思うの。女性は物じゃねえから、うん、抱けるか抱けないかとかあんまりそういうこと言うべきじゃないと思うよ。その寝踏みされたら嫌でしょ、みんなも。裏でさ、職場とかであいつ気持ち悪いよね、絶対セックス無理とか言われたら嫌じゃない？だからそのやれるかやれないかでっていう会話すごくレベルが低いと思うよ。あとはキャスで対して投げられてないだろう、ご想像にお任せします。はい、ワドリス童貞の人結構いるね。うん、童貞の人結構多いね。なんか性的に未熟な男性が多いね、なんでか知んないけど。それってさ、中学2年生でもう卒業しないといけない会話だと思うけどな。かっこいいと思う。いやいや別に思わないけど。うん、あ、ありがとうございます、よろしくお願いします。もしよかったら3点セットしてください。検索してきてくれてありがとう。いや、あれだよ。じゃあ、ズバッと言おうか、37号さん。すごくいい指摘なんだよ。男の人で、ね、ロリコンが好きっていうのは、自分に対するコンプレックスなんだよ。大人の女性に相手にされない。子供だったら自分は言いくるめられるかもしれないっていう無意識の潜在意識がそうさせてるの。無知な女の子だったら自分を自分の思い通りに動くかもしれない。この発想が童貞でしょ？大人の成熟した女性に認められないっていうのが自分で抑圧されてる感情が潜在意識に入ってるから、だから幼女だったら、中学生だったら、小学生だったら、高校生だったら言うこと聞かせられるって、そう思わない？だから性的に未熟なんだよ。大人の女性を口説く自信がないっていう、収入なのか見た目なのか服装なのか年収なのか、それは分かんないけど、職業なのか学歴なのか、何かしらが溜まってるんだよ。だからその幼いその知的に未熟な子に性的な感情を抱くんだよ。俺はそう思うよ。そうそう、征服欲、支配力が強いんだっていう風に分析する。俺はだってまともな大人の人だったら成人した女性とお付き合いするもん、普通に。うん、本当幼稚なんだよ。だから童貞なんだよ。
65号さんもうやめた方がいいよ。俺の上司はって他人の話すんのここで。俺の上司はな、俺の上司はいい女をカッ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 金で買いまくってロリコンになったんだよ。お前の話じゃないじゃん。なんで上司の話が出てくるの。もう反論が厳しいんだってお前の話をしてるんだよ今。なんでお前の上司他人も他人だろ。なんで人の話すんだろうね。ムキになるのよ。いや、いいよ、分かったよ、童貞。ムキになるのよ。他でも放送してるんですか。僕はふわっちとツイキャス同時配信やってますね、うん、同時配信やってますね、おはよう。18から60ぐらいの人と付き合ったことあるけど、もう分かった分かった。分かったって妄想オツだよ本当に。もう必死になって童貞じゃないアピールほど恥ずかしいものないよ。金で買う時点で認めてもらえない、うん、いや閲覧は別に気にしてないかな。楽しく過ごせれば俺はそれでいいから。本当にね、閲覧増やしたいっていうのもうふわっち来てからなくなったかな。なんかよくそのなんだろう、まあ負け惜しみに聞こえるんだろうけど、正直な気持ちね。これはあのね、数がいくら増えたところで力にはならないっていうことに気がついた。あの出会う質だよ人、うん、数は後からついてくるから、うん、それこそさ、ニコ生とかで1000人1500人増やし1円にもならなかったっていう経験が俺の中ででかくて、何にもならなかったの。ニコ生の活動して人数が増えたら生活変わると思ってたんだよ。でも実際ふわっちで200人以下なのに生活が成り立つようになったじゃん。あ、だからだし、ほら仮想配信者で年収100万以上稼いでる人とかもいるから、あ、だから人数増やしても何にもなんねえなと思ったよ、うん、いいのいいの別に、集まりたい人が集まってくれて楽しく過ごせれば俺はそれでいいのよ。俺が同世代に相手にされないと本当に思ってんの、うん、まあいいんじゃない、うん、質はすごい重要だと思うよ配信で。っていうか、なんだろうな、例えばなんだけど、中学生と会話をしてて知的な欲求が満たされると俺は思ってないの。その女の人は子供を産むための道具だと思ってるんでしょ、そういう発言をするってことは。俺はそう思ってなくて、パートナーだと思ってるから、毎日生活していく上でそのお互いにリスペクトできるかっつったらさ、中学生がさの会話とかでさ満たされるわけないのよ俺の知的な好奇心が。だから必然的に年上の女性になっちゃうんだよ、うん、それはしょうがないよ、しょうがない。あのね、もうやめた方がいいよあの配信でマウント取るの。あのただの
俺は配信者だし、ただのリスナーなわけじゃん。で、どっちが強えとか、どっちがって意味ないよ。まあいいじゃん、別に稼げなくても。質問して大丈夫ですか？自分、体不自由で生活保護になったのですが、ヘルパーさん代わって生保で、補える？ヘルパーさん代って生保で、ヘルパーさん代出るはずですよ。出るはずですよ。確か。うん、出るはずですけど。ツイキャスやってる意味ある？あのね、何かをやってる意味なんかないから。ツイキャスやってる意味を問うんだったらふわっちやってる意味もないし、あなた54号さん、あなたが自分で生きてる意味なんてないでしょ。ただの暇つぶしに意味なんて考えてないからふわっちでやるよ。桜がかわいそうだな。だってふわっちだけだったらお前ら花火投げねえじゃん。ふわっちだけで花火投げるんだったら全然キャスやる必要なかったけど、ああ喋ってて楽っつうか、雰囲気がねやっぱり落ち着いてるから、なんかそのフィーリングが合うんだよね、年上の人の方が。はい、おはよう。いや、っていうかさ、子供を作るかどうかっていう欲求って18歳から24歳ぐらいまでの男性だったらわかるの。その頃の俺もやっぱりその性的にムラムラしてたし、セックスしたいと分かったけど、30過ぎたり40過ぎたりしてて、その過程18歳から24歳の間にそのある程度経験をしてないってこと、いかに未熟かわかるでしょ。つまり18歳から24歳の間にセックス満たされてないんだよ、そういう人って。充足した同級生とかセックスとか恋愛とかができてないのよ。だからコンプレックスになってるのよ。バカありがとう。そう思わない？だからいつまでいい年取ってもそのコンプレックスがあるから、若い頃にモテなかったとか恋愛をしてなかったっていうコンプレックスからその若い女の方に移行するんだよ。でもそれってすごく恥ずかしいことで、本来学生の時期とか若い時期に消化しないといけない人間性なのに、まだそれを引きずってて、まだそれがコンプレックスだっていうのって、俺男として相当未熟だと思うよ。俺はそういう風に思う。いや、捨て頃にかぶせてきたんじゃないの、わかんないけど、筋肉アイテム、ドレさんにかぶせてきただけだと思ってるけど確かに30歳前童貞だった、友達はトラブルメーカーだったな、友達の話、あなたの話をしようよ。もういいって友達の話は、自分の話よ、自分の話。若い頃に恋愛してない人ほどロリコンになってそう。なんかすげえなんか未熟だなって思っちゃうかな。そもそも人を好きになるのに年齢っていう要素って俺は必要ないことだと思ってて、なんかなんつうの、中学生じゃないと好きになれないとかオナニーできないとかセックスできないって病気だからね。病気病気。メーターバーストしたらどうする？めっちゃ喜ぶ、めっちゃ喜ぶ。ブロック解除してくれる？ブロック解除はしないかな。本当にコインありがとう。あのね、19号さんね、じゃあ言うね、婚活サイトを利用しないといけない40代50代60代70代だよ。
それが20代の女性求めてる、希望してるって、俺が言ってる通りじゃん。40、50、60、70にもなって結婚ができてない男が20代の女性と付き合いたいって言ってるから、お前らと一緒だよって言ってんの。なんでそのデータを見てまだ俺の話が理解できないんだよ。俺が言ってる通りじゃん。30代とか20代で結婚できてる人は同級生とかと普通に恋愛で消化できてるんだって。結婚できない40代、50代、60代、70代がロリコンになってるって言ってる俺の言ってる通りじゃん。性的に未熟で婚活サイトを利用しないと結婚もできないような奴らが20代の女のケツを追いかけてんだよ。言った通りじゃん。なんでわかんないんだよ。そう思わない？なんでそのデータを見て反論ができてると思うんだよ。バカだろ、バイアスかかってるだろ普通に。婚活サイトていうか婚活サイト見てるってことは19号も婚活してんじゃねえかよ。普通の男性は婚活サイトなんか見ないから。はい、おはようございます。おはよう。江戸時代の頃の話は話が別でしょ。田中は綺麗だと思うけどね。田中は魅力的でしょ、すごい。田中は美人だよ、世間一般からすると。これ田中は、なんだろう、顔整ってると思うし、すごい綺麗だと思うよ、彼女。だから、抱けるか抱けないかとかいう時点でもう、そういう話やめなさいっつってんの。抱けるか抱けないかでその女性を判断するってお前の道具じゃねえんだから。下品だよ本当に。俺は田中は魅力的な女性だと思うよ。田中は美人でしょ。後ろの方漫画ですね。はい。まあ俺は68号さんそういう考え普通だと思うよ。要はリアルに普通に時間を共有する間が長くなって、まあ異性として好意を抱いて普通にご飯とかデートするようになってお付き合いして、で結婚の流れっていうのが俺は通常だと思うけどね。俺はそれは普通なことだと思う。だから それって学校とか会社社会とかで普通に生きてたら普通に起こることだと思ってて、だからそこに対するコンプレックスのある人が幻想を抱いてるわけでしょ。中学生とか小学生だったら俺の思い通りにできるはずだっていう。普通の女性に相手にされなかったからそういう風になってるわけよ。普通に生きてたらだって普通に声かけられるじゃん。普通に異性と付き合うもん。浮気はしないですね。はい。だからその普通な行為っていうのができなかった人のコンプレックスがロリコンに走るんだと俺は分析してるけど。
だってさ、10代とかさ、20代の若い女の子からしたら、40、50、60の男と結婚したいと思う？それもわかんないぐらいバカなんだよ。そんなのもわかんないぐらいバカなの。相手の気持ちがわかんないバカなんだよ。だから恋愛できない。女性を抱けるとか抱けないとかで判断したりとかね、そんなモテるわけないじゃん。そんな女性が一番嫌う男だよ。相手にされるわけない。それをこんだけ言われてもまだ反論してくるわけだから、だから女を道具として見てる時点で俺はモテる男の条件じゃないと思ってるから。だから子孫を残すっていう本能、動物としての本能を消化できてないっていうのがいかに恥ずかしいことなのかっていうことを理解できないんでしょう。18号は自分のセルフコン、性欲すらもコントロールできてないっていうぐらい恥ずかしいことを言ってるんだよ。だから普通30代40代だったらもう子孫残してるの。もう一回言うよ、18号まだ君は分かんないみたいだから。18号、君はね、いい大人になっても子孫すら残せてないんだよ。そんな18歳から24歳までに満たされている、普通の人だったら満たされてる欲求っていうのを満たされない中で俺にマウンティング仕掛けてきてんの。もうその時点でダメなの。あ、もしよかったらツイキャスの人コンティニューコインとお茶箱お願いします。よろしく。はい、おはようございます。じゃあもっと言ってやろうか。低学歴の人ほど結婚が早いんだよ。同級生の中で頭の中で検索してごらん。早く結婚するのってヤンキーとかでしょ。近かったら出来婚でヤンキーとかだったでしょ。つまり理性ができてないからそういう行動になってるんだって。普通の人だったらある程度社会人になって生活が賄えるようになってからでしょ。だからもう女の人とセックスのことしか考えてない時点で俺からすると恋愛が未熟なんだよ。パートナーとしてのライフスタイルとかを確立できないわけじゃん。すごくレベルの低い話をしてるんだよ。幸せにはなれないよそんなの。俺は少なくとも女性だったらそういう男は選ばない。幸せになれないから。俺恋愛で不自由したことないもん。彼女がいなかったことがないもん。あ、コンティニューコインありがとう。サンキュー、ありがとう。俺は結婚っていう制度自体がバカバカしいと思ってるから。俺個人はね。まあ別にそれで幸せだったらいいかもしれないけど。
ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。彼女と馴れ初めの話、もういや、まあ普通に出会って普通に気づいたら付き合ってたっていう気づいたら一緒にいたって感じですね、はい、フィーリングがあったんだよ。そういうもんじゃないの。普通だよ普通。気づいたらそばにいたっていう。え、でも恋愛ってそんなもんじゃないの。そんなもんじゃないの。洗脳のテクニックは何一つ使ってない。封印してるから。間違ってることを間違ってるっつって何が悪いんだよ正しいものは正しいって言うけど、俺は間違ってるものは間違ってるってはっきり言うもん。いや、直接のお布施はいただいてないですね。直振りは僕は禁止してるんで。おはよう。自分は50歳で6歳の子供がいます。妻は37歳です。お見合いパーティーで出会いました。今とても幸せです。遅咲きですが、これからも頑張っていきたいと思っています。ツイッターでやれよそんなもん。なんでどこの誰かも知らねえさ、50代のジジイに6歳の子供がいるとかいうすげえ個人情報をここで何145人にアピってるの。お前の個人情報なんか誰も興味ねえから、ツイッターでやれよ、ツイッターで。バカだろ、マジで。本当にコインありがとう。
ここそういう場じゃないから。いい加減にしろよ本当に。お前が遅咲きかどうかなんか聞いてねえんだよ。しょうもねえな本当に。いやこれがだから現実でしょ。本当に。おしゃべりありがとう。ああ嬉しいね。ありがとう。キャプったんだ。お前みたいなゴミにコメントしてくれるだけでも感謝するべきなのにな。逆だよ。ゴミみてえなコメントを俺が拾ってもらってんだから俺に感謝しろよ。逆だよお前。こんなクソみてえなゴミみてえなコメント拾ってんだぞ俺。逆だよ逆。お前さ11号さ俺のこと恥ずかしいって言ってるけど、お前俺よりも無駄だよ。俺はここで配信をやってる間アイテムもらってお金が稼げてるんだよ。お前はただ悪口書いて俺にね、ただただ時間を消費してるんだよ。やることねえのか11号。俺はこれで生活をしてるから、これでアイテムもらって生きてってるから、ファンの人が応援してくれてるから、お前はただ俺が稼いでるのを見て悪口言ってるだけだぞ。ブーメランにも程あるだろ。バカだろ本当に。自分は塀の中に8年いました。その間女が待ってくれました。泣き、これから幸せにしてあげたいです。ちょっと泣けるな。いい話だな。めっちゃけなげ女の人。何それ、なんだろう、すげえ響いた。すげえいい女、幸せにしてあげて。それはそれは本当にいい女性だね。8年間ドラマだな。それはいい話だわ。それは深いな。それは深いね。あーカズ軍曹すごいらしいね今ね、すごいよね、ドラマみたいだね。けなげだな、いい話だな。8年は長いぞ、長いぞ。あ長い月日だよ。いいよ、ゴミをディスって全然いいんだよ。全然いいよゴミをディスって。俺はその間稼ぎ続けるから。その間アイテムをもらい続けるから全然構わないよ。来年結婚するんだ、お幸せに。ね、幸せにして、誰かの幸せを願ってる人はいい人だよ。自分のためじゃなくて誰かのために生きてる人はかっこいい。俺にはできない生き方だね。いや察しろよ、一人ぶっ殺してるだろ。察しろよ、ケーキで察するんだよプロは。8年は初犯で誰か殺してるよ。いや空気清浄機もうリスナーからもらってる。あそこにあるよ、ギターの後ろにある。今青いランプがついてるでしょ。こういう生き方だよな。いや男の生き方だと思うよ。俺はできないけど、誰かのため、家族のため、愛する人のために生きるっていう。俺の収入はご想像にお任せします。はい。
好きに決めてください。18号さんのご想像にお任せします。ありがとう、アイテムありがとう。おー、中、あ、また今日かよ。今日出るなー、やたら大吉が見てーな。ありがとう、アイテムありがとう。私朝なかなか起きれない。俺もなかなか起きれないよ。ありがとう、アイテムありがとう。サンキュー、うん、わー、たくさんありがとう。大凶かよお前、大凶やめろ、なんで大凶ばっかり出るんだろう。バガ2つありがとう。強率高えな。大吉出してお願いだから。ありがとう。出ないんだよ、うん、大凶ばっかりなんだよね。また今日かよ。バガ2つありがとう。1人殺めました。もういい、その話は掘り下げなくていいよ。塀の中で十分向き合ったはずだし。ありがとう大吉、ありがとう。サンキュー大吉、ありがとうございます。相変わらずだよね。卵ありがとう、大吉来たね。初吉ありがとう。和藤さんも映画作って感動する人間がいた。その人たちのために、妻のために生きてるって思うんだと思うよ。ああ、いいこと言うね。いやいやいや、俺のために作る。俺はそういう人間だから。誰かのためにとか言えないよ。こんな業の深い生き方しててさ、人様から金もらって生きてんだよ俺。喋ってるだけで。いやー、エゴイストで行くよ俺は。もうもういいの。いやでもかっこいいよ。黄昏せいべいみたいじゃん。誰かのために生きてる男はかっこいい。すごい、あの、かっこいいなと思うよ。男でしょ。俺にはできない。俺にできないものを持ってる人はやっぱかっこいい。自分にできないものを持ってる人はかっこいいね。俺はエヴァンゲリオンの庵野監督がすげえ好きなんだけど、庵野監督のどこが好きなのかっていうと、全部さらけ出したんだよね、映画の中で。作品の中に全部さらけ出して、もう自分が壊れるほど映画と向き合った人だから。アニメだけど、あら、かっこいいね。ああいう生き方に惚れるな。ああいう風に、作家はああいう風にあるべきだと思うし。ありがとう、いや俺がね、気に食わないのは誰かの足引っ張んなよってことね、てめえはてめえの生き方があるんだから、てめえの生き方語れよって。あの、人の生き方に石投げたりとか唾吐いたりとかすんなよっていう。支えろとは言わないよ、眺めてるだけじゃなくて、唾吐くんじゃなくて、石投げるんじゃなくて、自分の生き方やれよっていう。そんな時間あるなら俺はそう思うかな、どうだろうね。俺は自分で楽しいからやってるだけだよ。みんなと話すのが好きなの。ただそれだけ。誰かのためにやるとかは考えてない。自分のため。自分のためにやってます。完全に。映画？ああ、撮影の勉強しまくってるね。またカメラマンで、現場入るんだけど。最近特殊メイクとか。やらせてもらってて、結構頑張ってますよ。こんな感じね。この前特殊メイク体験してきたけど、すごくないこれ。特殊メイク便利屋とかやらないよ。まあ怪我するシーンとかあったらね、ぜひお願いしたいよね。殴り合うシーンとか。本当に目がつぶれてるみたいだと思うね。いやだってこれ映画の本当に現場入ってる人だもん。本当にプロでやってる人だもんこの人。特殊メイクのプロよ。結構有名な作品とか、作ってる人だよ。これでね、怪我のシーンの時はぜひお願いしたい。
喧嘩でこの怪我はないけど、いやだからそのどれくらいすごいことができるのかっていう、その目が取れたりとかって表現できるんですかって聞いたら、あできますよって言われて、えできるのと思って、じゃあ目が取れたやつやってくださいって言ったら30分で作ったかんね、即興だよ、すごくない、いや技術ってすげえなって、俺結構無茶振りした感覚だったの自分の中で、すげえよな。本当に目が取れたみたいだもんね、ぐちゃっと、あ間違えた、タイムラプス出しちゃった、ほらすごいよね、うん、クモン竜強いかんね、クモン竜強いよ、あの強さはコカインの強さだったかもしれないけど、素人じゃないよこの人は、うん、まあ今のメイク見て素人なわけないじゃんどう考えても、明らかにプロだよ、リアリティが半端ないよね。クモン竜もう塀の中にいるだろうな。どこの警察署にいるのかもわかんないし。聞いてないかな、面会とかは、配信者ではね、誰かいんのかな、ギャラわかんない、いくらぐらいでやってるのかわかんない、警察署じゃないでしょ、刑務所でしょ、いくらぐらいなんだろうねギャラ、まあ一番いいのは共存関係だけどね、でもその利他的な心ってやっぱすごいと思うよ、その自分の中に欠けてる感情だと思うから、利他的な心を持ってる人はすげえなって思うね、いや本当のグッドっていうか、それこそなんかとても美しい感情だと思うけど、これから伸びる業種、いや興味がない、うん、わかんない、株やってるわけでもないし、もう本当ミニマムに考えてるよ、自分の世界だけ、自分が関心のある世界とか自分の周りのことにしか関心がないから、うん、別に何が伸びても俺には関係ないし、便座のコーナーね、便座直さないとね、じゃあそろそろ走りに行きますか、太陽出てきたんで、今日のトレーニング行きますか、よいしょ、うあ、じゃあふわっちで通常枠でやろう、
ワッチの通常枠で、あのトレーニング配信やります。このこれが終わったら今日も頑張ろう。今日金曜日、金曜か。やらなくていいっていうか、別にお前のためにやってるわけじゃないから。11号お前のためじゃなくて、応援してくれてる人と自分のためだから。お前のためにやってはいない。あくまでここは応援してくれてる人とね、自分のためにやってるわけだから。おはよう。ありがとう、ハートありがとう、サンキュー。走ろう。空腹で走るっていうのが最近のテーマかな。で、その後ご飯。やっぱね、朝太陽が出てる時に走ると太陽も浴びてビタミンが作られるし、健康にいいしね。頑張りましょう。まあでも、なんだろうね、こうみんなが充足したらいいなと思ってるけど、関わってくれた人が、ささやかな願いですよ。ここに来た人とか、俺が知ってる人とか、みんなが幸せになればいいなって。おはよう。今7時半か。運動不足の人はね、だいたい40分50分ぐらい外出るんで、一緒にウォーキングしましょう。健康になるよ。携帯見ながら歩けばいい。運動不足の人はね、半年間あるから捨て頃まで。今日6日目か、ロードワーク。6日目。一緒にお散歩して運動しよう。そうだね。まあ残酷なゲームだけどね。どっちかは一生負けを引きずる。で、どっちかはね、最後のチャンス拾うか。まあ、粋な計らいでしょう。どうなるかね。うん、次枠行く。次枠行きます。延長っていうか、今から、運動するから。朝のトレーニングですね。キツネやめる。次枠は
ていうか、キツネが嫌な人はツイキャスに移動してね、ツイキャスもワド監督でやって、コテハンでコメントかけるから。あの、だいたいこの部屋でこのセットでやってる時は、あの、キツネ枠と通常枠同時配信だから、ツイキャスの方は通常コメントかけるから、ツイキャスもワド監督で出てきます。それは便所さんに聞いて。それじゃあ皆さんありがとうございました。最後に面白かった人はアイテムください。お疲れ様です。次枠いきます。キツネ45さんキャスワロタ。キツネ45さんつまんね。キツネ54号さん面白くなかった。27号さんお疲れ様でした。キツネ107号さんおもろない。LINE。 キツネ109号さん最高に楽しい。号さんまた。キツネ84号さんおつう。キツネ107号さん今来たばかりやで。キツネ110号さん初見です。54号さんさようなら。